送、FM ゆめウェーブ FM ゆめウェーブは、ケーブルテレビ事業者であると同時に、特定地上基幹放送事業者である、笠岡放送株式会社が、岡山県笠岡市、浅口市、浅口郡里庄町を放送区域として超短波放送で行っているコミュニティ放送の愛称である。元々は笠岡放送の子会社であった FM ゆめウェーブ株式会社による放送事業だったが2020年3月31日付で笠岡放送に吸収合併された。以下は合併前の旧法人についても記述する。2006年5月1日に全国で194番目、岡山県で3番目のコミュニティ放送局として開局した。笠岡市と浅口市、浅口郡里庄町などでケーブルテレビ事業を行っている笠岡放送の完全子会社であり、同社の愛称、ゆめネットから FM 放送局の愛称が連想された。2020年3月31日に笠岡放送に吸収合併された後も、従来通りの放送体制を継続している。もともと、笠岡放送の関連会社だったため、合併前の本社は、笠岡市の笠岡放送本社内に置かれていた。スタジオは合併以前から、笠岡放送浅口局内に置かれているほか、笠岡駅前のサテライトスタジオを、ケーブルテレビと共用している。周波数は 79.2MHz。送信所は、笠岡市神島にある NHK 岡山 FM 放送や FM 岡山 NHK 民放テレビジョン放送の笠岡中継局に併設されており、区域内の約4万世帯、約9万4000人を対象に放送している。基本的に自社製作番組とミュージックバードで編成。毎日5時起点、24時間放送をしている。インターネットサイマル放送は、FM を通じて実施している。開局日はゴールデンウィーク期間中だったため、5月5日までは開局記念番組とニュース、天気予報、交通情報、お悔やみ情報を除く日中の自主制作番組を休止してミュージックバード配信の番組を放送するゴールデンウィーク特別編成で放送され、5月6日から通常編成での放送となった。ABFM ゆめウェーブ株式会社第14期決算報告、コミュニティ放送事業者、マスメディア集中排除原則について会社概要。ありがとうございます。